お願い社長の皆様、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。僕、トラえもんです。本日は、ついにやってきました。木島明日香さんの登場ということで、10万円課金分してみたら、どこまで強くなれるのかということで、初日からスタートを切っていきたいと思います。と、その前にスペシャルな告知です。はい、こちら、現在、3.5 周年を記念して、運営公式のスペシャルキャンペーンが実施されています。2000円分のゲーム内で使えるクーポンの配布ですとか、あとは課金した金額の 20% が、還元される。はい、非常にお得なキャンペーンですね。まさに 3.5 周年にふさわしいキャンペーンを実施しております。こちら、ご興味おありの方は、この動画の、概要欄、もしくはこの動画の最後のサムネイルから、ご覧いただけますので、ぜひぜひ、ご利用ください。もうね、お願い社長にふさわしい、もう運営公式のキャンペーンとなっておりますので、ぜひぜひご覧ください。はい、ということでですね、本日から始まりましたね、3.5 周年、木島明日香さんとのコラボイベントということで、いやー、激アツですね。はい、LR 人材3人目ということになりますけれども、いやー、木島明日香さん、いいですよね。なんて言うんでしょう、お願い社長のこの好感度というのかな、アップにすごいこう、なんて言えばいいんだろう、効果的な、非常に素敵な方がこうコラボに選ばれたなっていう感じがトライもしますね。はい、まあ、木島明日香さんといえばね、もう本当、非常に有名な方ですけども、まあ、特にあれですよね、あの ZIP のお天気キャスターさんで、まあ、歴代最長を担当されたりとか、でその後ももうね、モデルとか、まあ、俳優業含めて、まあ、非常に活躍されてる方ですけども、非常にそのね、まさにこの好感度も高いでしょうし、もうこの木島明日香さんが、コラボということで、そこからね、お願い社長始める方々もいらっしゃるんじゃないでしょうかというところで、もう早速ですよ、もうトラえもんとしてはこの木島明日香さんをね、もう初日からもう撮ったぞということで、はい、その模様をね早速お伝えしていきたいと思います。ということで早速参りましょう。はい、こちらですね。はい、木島明日香さん、いや素敵素敵です。はい、もう好感度爆上がりでしょう、お願い社長。はい、でですね、先にお伝えしておきますと、トラえもん、まあ、自分のアカウントもね、本アカで持ってるんですけれども、まあ、このチケットね、右上9万9000とかありますよね。これですね、あの、運営さんから、デモ機って言えばいいのかな。はい、そちらをお借りしてですね、あの、今回は、検証をしていこうという形になります。はい。まあ、ただね、ゲームの内容は全く変わりませんというところになりますが、まあ、今回ね、まあ、この木島明日香、まあ、初日でね、1日でどこまで弾けるのか、でどれだけ強くなるのかみたいなところをね、もう徹底的にちょっとご紹介をしていきたいなというふうに思っております。はい、まあね、もう LR3 人目ですから、まあ仕組みというのかな、この、ガチャイベント、はい、の内容自体はね、まあ、これまでと一緒かなというところでありますが、いや、何ですかね、なんかビジュアルが進化してない？2D3D エフェクトもより進化してない？これが通常でしょ？で潜在力突破して次がこの衣装でしょ？これもまたね、猫ちゃんと合わせて可愛いですよね。で最後、はい、じゃじゃーんと、いや超豪華ですよ、超豪華版木島明日香さんですよ。いやー、これはね、欲しいでしょう、ゲットしたいでしょう。もう木島明日香さんファンにはたまらないでしょうし、まあ、お願い社長プレイしてる方にもね、木島明日香さんはかなりいいですよね。はい、この通り、はい、実力3933、まあ山田孝之とか変わらないですよね。はい、この辺り LR 人材いるというところで、資質もね375というところで、あとはこのあれですね、絆も上がり幅とかもそうですし、まあ、スキルもね、まあ、LR 人材だなというところで、特に男性人材の士気を上げるというのが、これまで LR で山田孝之、高橋涼介取った重課金者の方にとっては、もうこれ取るべきポイントでしょうというところかと思います。はい、でね、いや、とにかくね、先にお伝えすると、無課金の方、はい、無課金の方はね、結論から言うと木島明日香さんを手に入れるのはちょっと難しいですね。はい、なので、もうまあ LR だからしょうがないのかなっていうところもありますけれども、ここはね、LR ガチャ用のチケット、はい、これをね、使うことになりますが、
それは課金をしないとね手に入らないということになりますので、はい。でですね、今回はまだで、まあ、課金が必要になるんですけれども、まあ、1日でねこの回せる回数っていうのは決まってるわけですよ。はい、最大課金をするとね、だいたい10万円課金することになるんですけど、あのチケットを回すとするとですね、でそれでまずそもそも、まあ、どんだけ手に入るのよというところと、あとは、それ回したとしてじゃあどれぐらい強くなるのというところをねちょっとお見せしていきたいなというふうに思います。まずはい、チケットの入手はねこの限定パックですね、800円のもの3つ、1600円3つ、3200円3つ、8004つ、15800円4つということで、これ全部買うとですね1日で、109,600円で351枚、はい、このガチャチケットを手に入れることができます。なので、1日マックスで、それぐらい手に入るということですね。まあ、課金ができるということになりますね。まあ、ただね、これを毎日回していく方がいいのか、それともね、あの別の形で強化していく方がいいのかっていうところもね、ちょっと先にお伝えしますが、1体手に入れた後は、基本的にね、まあ、このダイヤ箱のパックのところがいいかな。この左のね、ないものもありますけど、LR 共通研修素材あるじゃないですか。やっぱそっちを集めに行く。あとこっち、引き換え所も、はい、ここ、左に LR 人材研修資料。これがね、1日じゃないか。イベント通じて200個か。はい、手に入りますので、そこと、あとは、ダイヤパックもそうですね。はい、ここら辺でねこの研修素材をとにかく手に入れていく方が結果的にコストはかからないと思います。はい、先に結論を言うとですね、はい、ここら辺ですねを買った方がねいいじゃないかな。15,800円だと50枚しか手に入らないので、50連するとすると木島明日香さんのかけら5、10枚しか手に入らないんですよ。で1体手に入らなかったらねこれはもう無駄になっちゃうということになるので、そうするとね基本的にはガチャで1体取りに行きつつ、あとは研修素材で上げていくというのがいいんじゃないかなということで、早速ねガチャやっていきましょう。351枚、はい、1日マックスで10万9000円ですか、はい、かければ手に入りますので、350回ね、はい、やっていこうと思います。はい、いやでもねこれ演出スキップできないんだよな。まあでもねやっぱ LR 人材のガチャすごいですよね。 SSR のかけらは必ず出るし、はい、もう SSR 一体必ず出ますからね。で、はい、木島明日香さんのかけらが2個と、これはもうついてくるということですね。はい、という感じになりますね。はい、どんどんいきましょうか。はい、回しましょう。いやーでもねなかなかねやっぱり LR 人材、敷居は高いね。高いよ。無課金が手に入んないというのはまあしょうがないですけどね、やっぱりまあそれだけね、山田孝之さん、高橋涼介、木島明日香さん、これはもうやっぱりもう至高の存在ということですよ。はい、もう性能も全然違いますからね。後でねお見せしますけどね。お、今回は UR の高橋翔子のかけら3つ入りましたね。まあ、ここら辺がねかけら集めにはいっちゃいいんですけど、ただねやっぱ木島明日香さんをどうするかっていう点考えるとねちょっとね、はい、もう早送りでいきましょうか。はい、やっぱりねこれガチャずっと回し続けるよりかは、まあ、見ていただければね分かると思いますけど、研修素材でねいろいろ高めていった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。ほんとね確率 0.03% でしょ。木島明日香さんがかけら80マット出るのが、さあこれがね350回やって出るかどうかということなんですよ。確率で言うと約 10% の確率になりますね。0.03% 350回回すと出るかどうかというところなんですよ。はい、これがね出るんだったら、まあでも出るとしてもね350回で 2,3 体とか出るなら話別ですけど、1体出るとかそんなレベルだったらやっぱりね、ガチャチケじゃない方がいいんじゃないかな。まあ他にねこういうやり方やった方がいいですよとかあればねコメントぜひ残してください。はい、
で最後行きましょう。はい、最後ね、行きましょう。出てこないな、一回も出てない。もうさすがに LR 出ないよ。 0.03% じゃ、これ出るか出るか出るか、出ない、出なかった。はい、ということでね、はい、一応ね、はい、回すと累積報酬もらえますのでね、これデイリーなのでね、まあここら辺でねガチャ回す、まあメリットは多少はありますけど、まあ、数がそんな多くないんでね、はい、10万かけてね、いくつだ、40ぐらい30ぐらいかな、かけらがぐらいなので、なかなかねコスパがねガチャでやっていくと悪いかなっていう感じはしますね。40ぐらいか、かけら手に入るのかな。はい、とあとは何が残ってるかなというと、はいはい、ここですね。はい、ここで引き換え所で、はい、人材研修資料、はい、これね、まあ10万、課金して350回回せば、はい、これ必要数200個分手に入りますから、はい、ゲットしましたよというところになりますね。はい、あとは育成企画、これはここからね、育てていきますんで、実写像育てていきましょうか。はい、いやーでもうおすごい、めちゃくちゃ豪華、キジマスカさんめちゃくちゃ豪華。はい、まず専属装備解除します。いやーめちゃくちゃ豪華、あれ解除できてないな、もう一回解除します。いやー素敵、 MC の品格、これはねもうほんとお願い社長の好感度爆上がりますよ。とりあえずね、とりあえず名品とか つけときますね。はい、後で、UR 人材とね、ちょっと育てた UR 人材とちょっと比較したいので、でレベルもね上げていきましょうか。はい、トライも1005まで上げれるのかな。はい、さあどこまでねこの LR 人材強くなるかですよ。はい、まあ UR 人材はね無課金でも手に入ることあると思いますけど、とはいえねこの能力の格差の違い、うん、がねもう全然違うので、やっぱりね LR 人材欲しいよね。そう、自分の推しキャラだったらねって買っとこですよ。はい、まあトライモンの推しキャラはね山田涼介なので、もう山田涼介マックスで強くしてますけど、今山田涼介実力70億弱かな。はい、あ今はキジマックさん13億ぐらいかな。研修もね、はい、どこまでできるんだな、いけるかやってみましょうか。はいはい、2つ目ね、要は351回ですよ、回して、このキジマスカさんを獲得しつつ、どこまで、突上げができるのかというところになります。はい、まあね結構そのさっきのデイリー報酬とかねあったので、かけらそこそこあるんですけど、はい、あとやっぱりねこの研修素材が一番手っ取り早いですよ。まあでもここまでかな、星4か、いやーなか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  LR キジマスカさん、さすがお高い、お高い、気品も高くコストも高い。まあとりあえずちょっとねマイクも上げときますけど、はい、いやーちょっとね潜在力強化とかできるかなと思ったんですけど、10万じゃ全然無理ですね、無理だな。なのでまあとはいえね、ガチャをとりあえず、1体手に入れるまで回しなので10万も本当はかからないかな。でそれ以外は研修素材に回すとすると、まあ星8は無理ですね、潜在力を高める。まあ星5とか、まあ、6もいかないかなぐらいじゃないですかね。いやそれにしても、はい来ました、もう何もねレベル上げでとりあえずつけただけですけど、いろんなものを、はい、まあいいものつけてますけどね。戦力がね、実力が21億、はい、なりましたよこれで。さあこれでね今どのレベル入ったかというと、1軍レベルにもなってるんじゃないかな、トラえもんで言うとなってるかな。で絆が今4人かかってて、そうですねちょっと見ていきましょうか。はい、検証も全部やったしな。はい、そうね、ユアの隣だから、そうですね一軍なってますね。見てだってほら、ユアのユアは星8ですよ、星8で、こっち星4、星8、星8の UR より星4の LR キジマスカさんの方が
あ、まあ、若干今劣ってますけど、若干ね劣ってますけど、まあ、ほぼほぼ同じですよ。でちょっとここもね、はい、ステップ進めていきましょう。育成企画のね、これで素材もまた手に入りましたね。はい、で研修もちょっとまだ無理かな。はい、まあとりあえずマイクの方シャープしとこうかな。本当はね研修で先に星8してから潜在力上げるのがいいかなとは思うんですけどね。はい、で一応学習もねちょっとやっておきましょうか。はい、ちょっとやっていきます。はーい、これでまあどのくらいになるかですよね。どこまでやろうかな。もう一回ぐらいやっとこうかな、うん、じゃあこれラストにしましょう。はいはい、ということで、あ、これで出すのかな、これで出すでいいか。はい、で今学習レベルがいくつだ、6ですね。はい、でここまで来て、うん、そうですね、1軍レベルかな、1軍レベルに来たかな。うん、まあだから UR の星8のユア様より、星4の木島アスカさんの方が実力は高い。さすが LR。 かつね、何がいいかというと男性の士気を上げますから、これ山田孝之、高橋涼介使っている人はもうこれは取るしかないでしょうということで、はい、本日の検証はここまでということになります。こっからね、じゃあ貫突、そして、まあいわゆるあれですよ、潜在力全開放。さあこれがねどこまでどれだけ必要かっていうところはまたこれからやっていこうかな、進めていこうかなと思いますけれども、いやーさすが LR ね、もう一体も出なかったもんね。350回回してかけら81回も出なかったからね、さすがですね 0.03%。 うん、ということで、はい、以上ということになりますが、まあ木島塚さんね、せっかくなので育てていこうかなと思います。はい、で最後にですね、冒頭に申し上げました 3.5 周年記念キャンペーン、はい、こちらの動画サムネイル流れますので、ご興味おありの方はぜひそちらご覧ください。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。